新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうもエクスプロージョンチャンネルでございます。どうもうさぎ年ですね。うさぎ年、はい、なるほど。もう前のうさぎ年なんかもう何も覚えてない。12年前、我々29歳の時、吉本に入ったばっかの頃。ああ。うわ、一回りしたね。じゃあ。あ、そうか。うん。なるほど。うわ、怖。4人で宣材写真を撮った。うん、そう、まだ4人いた頃。あの頃、あの頃。エクスプローション T シャツを着て撮ってた頃。撮った、慣れない本社で撮影した、あれから。そう。さりげなく俺も顎ひげとかちょっと生やしてた。ハットをかぶってた。そう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 。12年ですよ。行きました？行ってない。行ってないです。僕遅いんですよ、いつも。行くの。いつもいつ頃行くの？いや、もう1月半ばとかだよ。あ、そういえば今年も行ってないから行こうみたいな、そういう風なことが多いので。あ、でも分かる分かる。なんか急いで行ってないけど、混むし、みたいな。これ、いや、でもさ、いや、これ、見てる人、行ってる人いるでしょ？いや、そうでしょ。大人数の中、うん、何に再生投げてるのか分かんないみたいな。よく聞くのよ。さ、俺も行ったことないもん。ああ。ゴリゴリの時に、ゴリゴリ人の多いとこ行ったことないもん。ああ、よく言うあの、明治神宮とか。神宮とか。めっちゃくちゃ並んで。そう、よく聞くよ。まあ、こんなことさ、神様バカにするつもり全くない。いやいや、もちろんもちろんもちろん。ずっと芸能の神様っていうところに一応毎年ね、あの、大晦日の夜に苗で、あの、ないけど、うんずっとこう、まあ、せっかくだからやろうとやってたのね、うんうん、やってたのよ、うん、で、ある年ね、はい、芸能の神様にお祈りを忘れた日があった年があったあ、行ってなかったそうあ、やばい、この年行くの忘れたおその年の本能寺の変が出来上がったのよこれ、いや、なんやろな、不思議やなと思っていや、別に芸能の神様を否定する気がする全くない、全くない礼儀が知らんあの真ん中歩いたらあかんあああの神事としての礼儀ってことですかいわゆるそう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 もう神社に行く時のこのなんかやり方みたいなのとか、うん、あんまりなんか月並みなことしか分かんないですねいや多分小原さんも俺と同じレベルやと思う、はい、思うもうああそれは知ってるレベルしか分からないだからあの本当恥ずかしいのが俺たちの動画で本能寺に行って、うん、そのお参りするみたいな動画が一個あるんですけど、はいそこで俺も何も知らなくて小原さんどうやってやるのと思って、うん、こう2例なんか2例2拍手みたいな1例やるそうでそのコメント見てもらったら分かるけどそれ神社のやつですよでも神社ではないそうそれもやっぱ分からんからはい、はい、いやだからなんかちょっとねそれをちゃんと勉強して、うん、あの今年はやってみるっていうのはあれかもねああなるほど、うん、なんかあのね、手を洗ってとかなんかあるんですよね、うん、その、うん、そうそうあるみたいな口もちゃんとゆすいでとかでああいうのもなんか作法とかも全然いや分からんね順番なんかやらなきゃいけないことは知ってるけど手順は全然いやもう全然分からんなんかもうあのチラチラ見るのにあこれやった方がええやんってそうっと見るみたいなだからでしょうね我々そのご利益をなかなか得られないのはもしかしたらやっぱご利益ないのかなおせち問題おせち問題いや俺はもう絶対俺だけじゃんあんなまずいもん食いたくないってやつ絶対いるからいやまあそうですよ絶対いるから、俺はそういうタイプなんですようんなんでかっていうと幼少期の頃から三が日あの朝昼晩おせちでやり過ごしてきた家庭だったからやり過ごしいやほんまよ嵐のようにいやでも本当悲しかったからね当時ああなるほど腹減るぜめっちゃまあ、幕の内弁当じゃないですけど、この細かいのちょっとずつ食べるようなね、なんか、そういうイメージじゃないですか、そう、で子供もうね、最終日にはもう本当、豆しか残ってない、はい、豆あの、最初のなんか、ちょっとローストビーフ的なやつは、もう初日のにもう食べ尽くされるから、はいはいはい、メインディッシュラインのものね、そうそうそう、ほんまマジで、うん、なんていうか、もう断食ダイエットみたいな。豆3粒食って米でしのぐみたいなその印象だったからおせちも食べない派だしねああまあでもそうですまあ子供にあんまり美味しいと思うの少ないですよねどうしたっていや絶対あのね好きな人ごめんねあの好きな人もいるやろし大事にしてはる方もいると思うけど見てる方にはもしかしたら一生懸命仕込んでらっしゃる方もねそうそういやそれは素晴らしいと思うただもう一小学生の気持ちよ
そうですね、うんうん、子供として食べる側の気持ちとして、そうそう、もう見たくないのよ、もうやっぱがっかりするっていうか出てきてる。いやまあそう、たまにあるで、こう友人の家とかに行ってジャジャーンって出てくる時あるで、俺の嫌いになっちゃうじゃんジャジャーンって感じで、まあ豪華ですよね、豪華、まあ、うん、うわーって言うね、わーって言う、うん、普段見慣れるものじゃない、そうそうそう、わーってピンクそこやねん、もうそうだよな、あとは食べててなんかもう肉だけ探す迷いましてずーっとするそうそうそう、かまぼこありませんでした、いや、あったあった、あ、あるけどその由来が全然、今スーパーにかまぼこをえぐいほど並んでるえ、なんでだろう、なんであんな並んでるのかまぼこ、やっぱ色合いですよね、紅白、なるほどな、じゃあもう赤身と白身の肉でいいんじゃん、クリキントンはちょっと色合い、お金の色ということで勝負、あー勝負でクリキントン、昆布巻き、あ昆布、喜昆布だ、正解、よっしゃー、いや嬉しくねえなそれ嬉しくねえ、そらお坊ちゃまくんみたいな感じなんだ確かに絶好物と同じ見方喜ぶ喜ぶとか言ってそうな、カズノコ、カズノコ、カズノコ、あ、え、子だから正解、あー、なんとなくわかる、イメージありますね、なんとなくわかる、うん、お餅、お餅、餅のように粘り強く、うん、そうね、粘り強い人生を、粘り強い年にしよう、今年の、いや、あの餅は昔から神様に捧げる神聖な食べ物だからってことだ、なるほど急に真面目になりました、出されコミを入れ始めて、あ、ほんと、まあ、ご覧のように神様に対してすごい反骨精神いっぱいで悪気はないけど、まあ、単純にピザ食べたいなと思っているめでたい時にピザ食べたい、おいしいもん食べたい、というわけで、まあ、こんな、はい、こんなエグスプロージョンではございますけれども、はい、ご覧の通り、ゆるゆると楽しく、今年もエグスプロージョンチャンネルやってまいりますので、皆様良きお正月を過ごしてくださいはい、以上エグスプロージョンでございました、明けましておめでとうございました、今年もよろしくお願いいたします、せーの、チャンネル登録チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、よろしくお願いします、今のそのまま使いますけど。